はい、しおです。今日はですね、電磁波の、ダメージに対するね、対策の方法みたいな話をしたいんですけれども、Wi-Fi とかね、無線 LAN っていうのはもうすごくもう街中にこう溢れてますし、そういったものにね、ずっとさらされ続けているわけですよね。ですけども、僕たちはね、そんなにこう、すぐに健康被害を受けるわけではないので、安全なのかなとこう思ってるわけなんですけども、これまでね、多くの研究で、EMF、電磁波って言われるものがですね、人体にとっては悪い影響があるよってことはずっと示されているんですね。毎日無線とかね、携帯電話とか、電子レンジみたいなものでも全部そうですけども、電波にさらされているんですね。現代社会ではですね、こういった電磁波を避けるっていうのは無人島に行く限りは難しいので、そういうのは難しいというふうに考えて生きていくしかないわけですよね。ですので、こういかにね、電磁波からですね、体を守るかっていうことに関しても少し考えておく必要があるわけですよね。で、電磁波、EMF がですね、体に損傷を与えるメカニズムっていうのは、何かというと、こう、酸化ストレスっていうストレスを増加させることなんですね。フリーラジカルって言われるものに対するこう、損傷で、癌の発生であるとかね、慢性疾患の原因になるの全部酸化ストレスなのでね、そういったものにこう、繋がっていく可能性があるってことなんですね。で、WHO の団体でですね、やっぱりその発がん性を評価している団体があるんですけども、そちらでもね、やはりその EMF っていうのはですね、人の発がんさせる可能性があるっていうふうには分類されているわけですね。で、今から出てくるこの 5G っていうものに対して、一部の人はね、やっぱりこう恐れを抱いていると、大丈夫かなと思ってると思うんですね。ですが、これからの時代でその 5G 避けては通れないというか、距離がね、短いので、たくさん基地局作らなきゃいけないわけですよね、今からね。そういった状況で僕たちはこう生活していかなきゃいけない。特に大都市部ではですね、5G っていうのがすごく整備されていくにつれてですね、電磁波に対するこのプロテクトを考えていかなきゃいけないよということになってくるわけです。5G ではですね、体に対するダメージが出るんじゃないかという懸念の研究っていっぱいあるんですね。特にこの電磁波そのものがですね、2000以上のこう論文が出ていて、体にとってのダメージがあるよっていう、そういった証拠みたいなやつっていうのはいっぱいあるんですね。で、神経系とかね、内分泌系とか、そういったところにこうダメージを与える。あと生殖系ですよね。細胞そのものにね、DNA にダメージを与えて生殖能力を落とすっていう、そういった研究っていうのはいっぱいあるわけです。特にね、それのために妊婦さんとかね、子供はすごく気をつけなきゃいけないんですね。ですので、そういったものに対して、その電磁波とかね、これから起こってくる 5G とかに対して体のダメージ、酸化ストレス、フリーラジカルのダメージをね、取るためにどうしていくかっていうことに関してですね。例えばその、抗酸化物質を摂取するってことはすごく基本のレベルでね、大事なことなんですけれども、今年2020年ですね。2020年に研究報告があってですね、このローズマリーですね。ローズマリーって言うと、僕はこうエッセンシャルオイルでこう持ってるローズマリーがあるんですけれども、ローズマリーの抽出物がですね、その電磁波のダメージを和らげるという研究結果が出ています。これはですね、ラットで研究したものなんですけれども、電磁波にですね、2時間、もしくは4時間さらしてですね、その時にこうどの程度ダメージがあったか、その後ですね、ローズマリーの抽出物を与えてどの程度回復したかっていうのを見た研究なんですね。で、電磁波にさらされるとですね、ラットの、例えば、男性ホルモンとか、それから、卵胞刺激ホルモン、それから黄体形成ホルモンと言われるですね、生殖系のホルモンってですね、軒並みダメージを受けて下がってしまったんですね。それに対して、ローズマリーの抽出物を入れるとね、そのホルモンのダメージが回復したということなんですね。実際ローズマリーというのはですね、強力な抗酸化物質で、これまでもですね、かなりの健康効果があるオイルとしてですね、認識されているんですね。で、これまでですね、ローズマリーというのは例えば、記憶能力を高める。っていうことが有名ですし、それから、肝臓保護作用であったりだとかね、それからストレスホルモンのコルチゾールを低下させる、ストレスに対するね、ダメージを和らげるという意味ですけれども、という効果もあるし、それから、強力な抗酸化作用からね、研究では効果があったり、それから、ハゲですね、男性ホルモンの機能を高めるということで、アロペシアですね、頭頂部の薄毛みたいなやつに対してですね、効果があるよっていうのも報告されているんですね。で、一番簡単な方法はですね、ローズマリーのお茶っていうのがあるんで、そういったのを摂取してもらうか、もしくはこのエッセンシャルオイルを使ってもらうかですね。方法としては、ディフューザーですね。ディフューザーで2、3滴入れて嗅いでもらうと。特に子供たちがね、その勉強する環境で実はやってあげるとですね、記憶力が高まるってことが研究データであるので、知的な作業をしたいときでローズマリーの香りってすごく有効なんですね。で、そういったことをしてもらうか、もしくはですね、ココナッツオイルとかオリーブオイルにですね、2、3滴入れて、それを首周りに塗り込むとかね、男性機能をね、高めるためにですね、陰嚢周りに塗り込むっていうやつを読んだこともありますし、直接的な効果も期待できるっていうことなんですね。ですので、ローズマリーのオイルっていうのがですね、そういった基礎研究で評価されているし、また、これそのものはですね、ローズマリーそのものっていうのは、昔から健康効果の高いオイルであるし、それからハーブティーとして飲むのにね、適しているものなので、ぜひね、現代社会ですね、これから 5G、電磁波のダメージっていうことはですね、蓄積していくことになると思いますので、そういったものを使ってね、少しでも和らげたらいいかなというふうに思います。電磁波に関してはですね、すごく弱い人と強い人っているんですね。同じ状態にあってもダメージある人とですね、もう全くその電磁波とか Wi-Fi 受け付けない人っていうのがいるんで、個人差があると思いますけれども、そういった方のですね、やっぱりこれからの時代は生きていくしかないんですよね。ですので、少しでもそういった和らげるダメージの方法を知っているだけでですね、だいぶ違うと思いますので、ぜひ活用してもらえばいいと思います。当然ね、携帯電話直接耳に当ててお話しするなんてことは絶対やっちゃいけませんし、なるべくですね、スピーカー使ってやること、それからパソコンのですね、Wi-Fi もなるべく有線があればね、有線を使うことっていうのは重視してください。今日の話ね、役に立ったよという方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。